今年の香川菊池館賞に選ばれたのは堺出市在住で非常勤の国家公務員として働く三岡和子さんの小説幸子ですこの作品は高松空襲で母を亡くした主人公が孤児院や少年院で過ごす中で人間として成長していく姿が描かれています

名古屋市が選ばれました。今年で59回目を迎えた香川菊池鑑賞には、香川県以外にも東京都や沖縄県などから49作品の応募がありました。贈呈式は今月9日、高松市で行われます。